ユニステージ特別編 in フェアリーランドシアター優先出場権バトルになります。具体的には2022年9月に行われるユニステージ特別編 in フェアリーランドシアター出場時間を延長できる権利をゲットできるチャンスになります。そして結果発表が8月21日ユニドル2022サマー決勝戦にて発表されました。プリスマイルプリスマさんは第2位となりました。2位早稲田大学プリスマイル、1位東洋大学トムボーイズ、レース以上3チームとなりました。ちょっと嬉しい。続けていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。では配信ご覧の皆様、ここで1票目締め切りたいと思います。配信をご覧の皆様、投票の1票目を締め切りでございます。よろしいでしょうか。はい、会場の皆さんまだ大丈夫でございますよ。ちょっと待ってくださいね。配信ご覧の皆さん、2票目その後いきたいと思います。2票目準備整ってますか？もう OK。 はい、では配信ご覧の皆さんは2票目2チーム目の、投票の方をお願いしたいと思います。はい、いや嬉しいね、こうやってなんかこうね、レベルが上がってるっていう、テンション上がる。そうだ、相当ね、まあ、もちろん冬大会から夏大会ですから引退した人もいますし、そうです、ね、はい、で新しく加わった選手も、冬選手っておかしいな、選手で、メンバーもいると思いますから、まあ、チームが、あまり変わってないチームもあれば、ゴーンと変わったチームもあったかもしれませんが、でもまあレベル上がってるっていうのは嬉しい、ありがとうございます。はいね、いやそれはまだ審査中で申し訳ないんですけども、いただこうかしら。のびさん、のびさん、いけますか？はい、大丈夫です。はい、さあ、今回初めてだったと思うんですけども、はい、どうでしたか、このユニドールは。めちゃめちゃおもろいですね。めちゃめちゃおもろい、関西弁がゴリゴリに出ました。はい、いや、本当、もう、なんか審査したくなかったですね。もうずっと見ときたい、ちゃんと本当に。なるほど。いや、すごい面白かったです。嬉しいな、その言葉は。はい、ちょっと、のびさんにこう聞きたいことあるんですけど。はい、はい、作詞をされるじゃないですか。あと2分ぐらいで2票目の投票も締め切りますので、よろしくお願いいたします。会場の皆さんもあと2分ぐらいですよ、よろしくお願いいたします。さあ、稲城さん、審査終わりました。稲城さんが結構迷ったということをおっしゃっております。はい、実際そのね、お願いします。はい、それでは続いてベストドレッサー賞の発表でございます。本当にこんなに緊張感あふれる場所で、私たちのステージもやらせていただいたんですけども、本当になんか出ただけじゃなくて、こう皆さんからも私たちパワーをいただけたなと思ったので、はいはい、今後も皆さんのこうね、またなんかいつか一緒にこうパフォーマンスできたらいいなというふうにも思いましたので、はい、またこうやってみんなで一緒にこうアイドルというこのね、何かを盛り上げられたらいいなというふうに思いました。一番シングルベストで来てくれてるんじゃない？そうですね、本当に、ね、前も、ね、2度ほど、ね、だから今回3回目ぐらい、はい、じゃあもうレギュラーでよろしくお願いいたします。シングルで流れてたら今回が一番なんかこうなんかたくさん皆さんからこうスーパースターになった気持ちでした。ありがとうございました。はい、そして、絶対コメントしたくないというと後ろにすぐ引っ込んでしまう。はい、審査員やってくれました、ミツバチマキ先生です。はい、最後ちょっと一言、ちょっと今日出たみんなに一言だけ。皆さんお疲れ様でした。とっても素敵でした。同じこの仕事をしているダンスを通して一緒に同じことをやっている人間としてエネルギーをもらったので、これはおばちゃんも負けてられないなと思い、半年後、冬に向けておばちゃんも動き出します。何を動き出そうかっていうふうに思うんですが、皆さんまた力を貸してください。とても素敵でした、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。審査に来ていただきました、できた八木先生、そして滝田先生でございました、ありがとうございました。そしてプレゼンターと新聞のゲスト、アンジュラムさん、ありがとうございました。拍手で見送ってあげてください。先生もまたお願いします。
ということで、この大会もいよいよ終わりの時間近づいてまいりました。本日素敵なパフォーマンスしてくれましたユニドルの出場者の皆さんにですね、皆さんもう一度大きくて温かい拍手をお願いいたします。ありがとう。そしてここでユニドル実行委員会から冬の大会の告知をしちゃいます。それではこちらです、どうぞ。はい、はい、今年の冬大会は北海道予選が12月4日日曜日、関西予選が12月6日火曜日、関東予選が12月12日月曜日から14日、水曜日の3日間、そして、東海予選が12月20日火曜日、九州予選が12月26日月曜日となっております。あ、素晴らしい。もうこんなに早く、ね、予選のあれが出てる。そして本日はこの予選の日程に加えまして、私も知らないんですけど、そうですね、決勝の日程の会場もお知らせします。冬大会こちらです。と、どこ？会場も発表し終わりましたので、いよいよ本当にお別れのお時間でございます。はい、ということで名残惜しいですけども、本日素敵なパフォーマンスを披露してくれましたユニドル出場者の皆さんに最後に大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。さあ、1位2位3位のチームはその番組を持っていただいて、本日も会場していただきたいと思います。で、3チームはまたこの方に寄っていただいてということですけども、いやいや、またこの方にちょっと寄ってもらいましょうか。はい、で、こちらの方に、はい、で、しかも真ん中の方に寄っていただいて、このような結果になりました。さあ、そして、ちょっとこの辺に下がってみて、はい、ではThank you.
来編集部さんによりユニドル決勝進出グループプリスマイルの説明もされていらっしゃいました。カウントダウン企画としてのプリスマさんからのメッセージになります。